こんにちは。2023年6月9日金曜日午後4時56分を回りました。金曜の夕方、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう今週仕事が終わった、学校が終わったって皆さん、そしてこれから仕事に行けますって皆さん、お疲れ様でございます。今日は花の金曜日でございます。まあね、明日、明後日、週末、日曜日とね、休みって方もね、多いんではないかなと思います。私はね、もうずっと、土曜、日曜も、動画作りを行っているところなんで、休みといえば、休もうと思ったらいつでもね、休むことができるんですけどね、やはり活動を続けていかないとね、やはりマグロと同じでね、活動をやめたらね、もう死んでしまうというか、まあ、自分の目標をね、見失いそうなので、ほとんど毎日、動画作りやっておきますが、この前ね、先月中旬ぐらいにね、完全休養日っていう時間を設けて、休養しましたけどね、まあ、たまにはそういった完全休養日をね、見つけてゆっくりと過ごしたいなと思っているところでございます。今日はね、昨日の夜かな、メインチャンネルでも話をしたんですけれど、6月8日の夜、Adobe Express のね、パブリックベータ版が公開されたということで、Twitter の Adobe Express 界隈ではね、結構お祭り状態で、にぎわっておりました。今日もね、一夜明けた今日もね、その Adobe Express ベータ版のね、使い方、どんな機能がね、追加されたかね、あれこれ見ておりました。まあね、以前からね、アナウンスがあった画像生成 AI、Adobe Firefly、これ搭載されておりました。で、単体の Adobe Firefly は、英語でプロンプトを作るんですけれど、なんとね、Adobe Express ベータ版の Firefly は、日本語でプロンプトを作ることができるんですよね。これってもしかすると、Google Bard が、追加されてるんではないかなと思ってます。というのもね、これも公式アナウンスで、Google Bard、Adobe Firefly、Adobe Express を、統合しますみたいなことを言ってたんでね、これね、いいと思います。まあ、Firefly 単体よりも Adobe Express の方が、使い勝手が良いのかもしれませんね。まあ、両方使ってみようかなと思っているところでございます。まあ、それ以外にね、新しく追加された機能で、音声でキャラクターを動かすっていうのがあるんですね。私の音声で、キャラクターがね、口パクみたいな感じで、動きをね、つけてアニメーション風な、ものを作ることができるっていうのがあったんで、早速ね、作ってみました。メインチャンネル CMM の方にね、YouTube ショートの動画として投稿しておりますけど、まあ、このね、CMM2 チャンネルでもね、こういった音声コンテンツの時に、そういった、音声でキャラクターを動かす機能を使ってみると良いのかなと思ってますけれど、まあ、最大で、2分までという決まりがね、ありますんで、まあ、短めの音声コンテンツなどには、良いのかなと思いますんで、一回ね、それ試してみたいと思います。はい、もう今日はね、その Adobe Express ベータ版をね、もう使って、結構時間がね、過ぎましたけどね、面白いですね。新しいものをね、新しく始めるっていうのもね、はい、ということなんで、興味がある人はね、私のメインチャンネル CMM の方にね、行かれて、動画をご覧ください。 Adobe Express のね、いろいろな使い方もね、紹介してますんで、よろしかったらね、Adobe Express に登録してみてください。基本無料で利用できます。ガンガン使いたいなという方は、有料プラン、プレミアムプランも、用意されていますんでね、使ってみると良いかと思います。はい、ということで、今回はこの件で失礼します。楽しい金曜の夜をお過ごしください。